気分変えたくって。あ、そうですか。どんなお仕事だったんですか？いろんな家でお手伝いする仕事？あのヘルパーさん。さきちゃん、大丈夫？超元気なんで私。通っている学習塾を出たのち帰宅せず。ちょっとうちの次女が戻ってこないもので。やっぱり私話そうと思うの？ダメ。何か大事なこと隠してませんか？どういうことですか？報道されたことは全て本当なんです。人の家庭壊した人が幸せになっていいのかなって。よく平気でうちに来れたもんですね。違うんです。自分に恥じるようなことは